名古屋電気鉄道特1号電車及び特2号電車は名古屋鉄道の前身事業者である名古屋電気鉄道が貴品車としての運用を前提に1913年に導入した四輪単車構造の電車である。二両の記号番号は特1と2であるが車体の車両番号表記は一般的なアラビア数字の1、2ではなくローマ数字の i。 2を用い、SC ナンバー I 及び SC ナンバー2と表記される。記号の SC は、偽装馬車を意味する、ステートキャリッジの頭文字を取ったもので、同2両の記号番号を SCISC2 あるいは SC1SC2 と表記する資料も存在する。導入ごとく1は、火災により被災消失し、特にのみが残存して、貴賓車として運用された。 後年に軸ボギー構造の新型機品車特産の導入に伴い、特には一般車へ格下げされて、弟子550系551と形式、記号番号を改めた。弟子551は大型車の導入に伴って1940年に一旦廃車となった後、戦中の車両不足解消のため1942年に復席して、 形式、記号番号も 40K41 と改め、西尾線にて運用された。もう41は1949年に、形式、記号番号も 85K85 85と再び改め、後年は、安城市線専用車両となり、名鉄の鉄道線に在籍する最後の旅客用四輪単車として1960年まで運用された。名古屋電気鉄道は、 同社発の郊外鉄道路線である、市宮線及び、犬山線の開通に際して、高床構造の4輪、単車168号型電車を導入した。同形式は、当初計40両の導入計画が立てられていたが、1912年8月の、群武線開通時には、約半数の21両が竣工し、残り19両については、 翌1913年までに順次導入することとした。その導入途上、1912年12月に名古屋電気鉄道は168号型のうち2両を貴品車に改造する旨、管轄省庁へ申請した。前述の通り、申請当時は40両前車が竣工していたわけではなかったことから、 製造途上にあった168号型のうち、ダストナンバーの206.207を、名義上の種車として、設計変更を行ったものと推定されている。蒸気経緯によって、機品車特1と国の2両が1913年1月に、竣工した。車体の主要寸法や搭載する主要機器は168号型と、共通するが、各部の車体設計には、 変更が加えられ、車内設備も機品車にふさわしい高級仕様に変更された。車体長30フィート11インチ、車体幅7フィートの木造オープンデッキ構造の車体を備える。種車とされる168号型と比較すると、車体幅及び客室長22フィートは共通するものの、上高口幅は2フィート9インチ。 上高口の車端より開口部から車端部に、かけては1フィート8インチ1、2と若干縮小されており、この結果車体長は168号型の32フィートと、比較して1フィート1インチ短縮されている。前後つまめには3枚の前面窓を均等配置し、腰板中央部に全消灯を一等備える。この前面窓は168号型とは異なり、 下端部を、側窓と合わせて設計されており、その分腰板部の上下寸法が縮小されている。側面は大きく設計変更され、168号型が、強幅窓を、片側8枚設置していたのに対して、特一特二は、広幅窓を、同5枚設置する。各窓の上部には、 明かり取り窓が設けられ、明かり取り窓上空部,部は168号型と同じく曲線形状に処理されている。屋根部は二重屋根構造を採用、二重屋根部の両脇には明かり取り窓が設置されている。この明かり取り窓は168号型が片側8箇所であったのに対して、特一特には片側10箇所と枚数が異なる。車体塗装は、 ダークグリーンに一色の特別塗装とされ、腰板部の刺繍に金色の装飾が施されているほか、前後つまめんと側面のそれぞれ、腰板中央部には SC ナンバー I、SC ナンバー2のレタリングがそれぞれ施されている。車内は2両で、それぞれ仕様が異なり、特1は座席をソファー仕様とし、また客室中央部には、 丸椅子と楕円形の机が設置されている。このため、特1は片側5枚の広幅窓のうち、丸椅子が設けられた部分に相当する中央の1枚のみ、上下寸法が縮小された点が、外観上の特徴となっている。一方、特2の座席は、一般的なロングシート仕様とされ、側窓は、特2とは異なりすべて片ん部が同一寸法に、揃えられている。その他、 二両とも、車内各部には、装飾掘り加工が施され、高級感を演出している。主要機器は168号型と同一で、英国マウンテンギブソン社製の35号ラジアル台車を装着。主電動機は、英国ブリティッシュウェスティングハウスエレクトリック製の EC-221 直流直巻電動機。制御装置は、 米国ウェスティングハウスエレクトリック製の T-1C 直接制御機をそれぞれ採用する。なお、連結機は168号型と同じく連換式連結機使用であるが、干渉機は省略されている。軍部船全通縮が行事に動員される特1号、旧朝の定訪問の特別列車として使用された、特2号特1特2の導入に至る。 直接的な経緯は不明とされるが、1915年10月に、皇太子が名古屋行刑に際して、名古屋電気鉄道市内線の白島筑工館を利用し、その採徳一と二のいずれかがご両者に重等された記録が残されている。その他、元広島藩藩主で家族の浅野長君が、先祖である浅野長政の宮廷へ後を訪問する際、押し切町駅より、 同所の最寄り駅である、市宮線、浅野駅まで特一特二を用いた、特別列車が運行された。長君の旧浅野邸訪問は、複数回にわたり、またその際には、鉄道省名古屋鉄道局長や、内務省警保局長など中央政界と通じる、要人が倍増したことによって、基品格輸送の実績に加えて、軍部線の主要路線区である、市宮線、 犬山線の存在を中央政界に知らしめたことが、後に、特一特二の後継車両である特産を用いた、おし列車の運行につながったものとされる。1920年6月7日、名古屋電気鉄道における、主要車両基地であった名古屋車庫が、火災により全焼した。この火災によって、名古屋電気鉄道は、全保有車両の4割以上を喪失する甚大な、 被害をこむったが、検査入場中であった、特一も、被災消失し、復旧されることなく、廃車となった。このため、伊行特にのみが残存し、貴品格輸送に充当された。軍部線の分割による旧、名古屋鉄道の発足後、1927年4月に、二軸ボギー構造の新型貴品車特産が、導入された。それに伴って、特には、 一般列車運用に転用され、小牧線など四川区にて運用された後、1931年12月に上行部ステップの改良などを施行して、正式に一般用車両へ格下げされた。この際、形式及び記号番号が、デシュ550系551と改められた。除籍され風化が進む。 デシ551デシ551はその後も、四川区にて運用されたが、1935年8月に、旧、名古屋鉄道を改め明記鉄道と愛知電気鉄道の合併による現、名古屋鉄道が発足し、大型ボギ銀車の増備が進捗すると、デシ551を含む空気ブレーキ未装備かつ、輸送単位の小さい四輪単車格形式は、急速にトータが進行した。 デシ551も運用離脱後の1940年6月11日付で除籍され、塚口駅構内にて荒廃した状態で放置された。その後、太平洋戦争激化に伴う戦時体制への移行により、輸送需要の急増と物資の欠乏という事態に直面した名鉄は、一旦除籍処分としたデシ551を再整備し、 四川区の運用車両として導入することとした。再整備に際しては、従前のオープンデッキ構造を廃して乗降口に、片開け客用扉を新設し、連結器を波形自動連結器へ交換、終電装置のパンタグラフ化、空気ブレーキの新設、全消灯の屋根上中央部への移設など、各種改造が施行されて1942年11月に、 複席形式及び、記号番号はも 40K41 となった。またこの際、傷んだ外反の張り替えに伴って、側窓上部の明かり取り窓はすべて埋め込み撤去され、窓枠部の装飾も省略された。一方、車内各部の装飾彫りには手を加えられず、また、広幅窓構造をゆえに、鎧戸が取り付け不可能であったため、 横引きカーテンもそのまま損地され、過去にも41が貴賓車であったことを示す名残となった。も41は西尾線に配属され、当初は電気機関車代用として貨物列車牽引に用いられた。1945年の豊川市内線の開通に、際して一旦転属したが、後年再び安城市線に転属、道路線の旅客運輸開始後は、 旅客用車両としても徴用された。1948年に実施された、名鉄の保有車両を対象とする、形式称号改定に際して、も41話も85系85と形式及び、記号番号を改めた。その後、も85は、名鉄の鉄道路線に在籍する最後の旅客用四輪単車として、1960年3月に実施された。 西予線安城市線の河川電圧1 5 0 0ボルト昇圧まで運用された。運用離脱後、も85は同年3月28日付で除籍され、またも85の廃車をもって、名鉄の鉄道路線に在籍する旅客用車両は、すべてに軸ボギー車で統一された。ありがとうございます。